田中康夫のだから言わんこっちゃないボリューム82おまぬけくださーい間違いだらけの竹槍日本防衛外交と題してお届けいたします。えー、パート1ではまさにそのアメリカは最初から戦争などということには持ってかないと言ったのに日本はとにかく圧力でなきゃいけないってなことをおっしゃってたりあるいはそのえー 菅さんもですね、菅さんのご意見ということは、これは内閣の意見ですから、菅さんはまあ代弁者でございますから対話の対話、対話のための対話では意味ないと。で、まあ、トランプ氏だけが言ってた炎と怒りというのの姿勢を高く評価してるったのにはっきり言って日本だけですね。 もうなんかババ抜きのようにさせられてしまったということで、それに対して日本のまさに包囲網外交だとか、こうしたことは全く間違いだったってことをきちんと伝えないというところが日本のメディアの大きな問題でございまして、まさに大本営発表だけを伝えていたということでございます。で、そしてですね、今回あのご存知のように防衛省は5.2兆円の予算を要求したと。 私はあの防衛予算が多いか少ないかという進学論争をしようと思っているわけではありませんで、今回のこの問題というものも果たして本当に日本の防衛に役立つのかということをちょっとお話をいたしたいと思います。というのはですね、ご存知のように無人偵察機のグローバルホーク。これまぁ144億円を取得費としてあの入れると言ってるわけでございますね。あるいは、えーイージス・アショアと。 いうの、これは。えー、イージス・アショワーというのは、その、イージスをですね、まあ、今まではイージス艦という船のところだったわけでございますけど、これを陸上にもきちんと、きちんとっていうかですね、置くと。で、これに関しては、その、予算額を示さない重要要求としたって言ってるわけですけど、これもうすでに、まあ、ご存知のように、河野太郎さんとですね、小野虎りさんがアメリカ行ってたこれでですね、もうこれ買い回すと、勝手に言ってきてしまってるわけでございますから、この点もまあ、きちんと追求できない野党というのは、 あの今後問われるなあという感じなんでございます。で、私があの番組でも申し上げましたのは、日本の陸自衛隊というのは、その制服組は約23万人でございます。で、まあこれに対して、あと予備役とかいろんな人がいると言いますけれども、私はですね、これ、逆にまあ警察も、公安警察ばっかり、故郷防災で増やそうと思っておりますけど、交番に行くと皆さん、今でもですね、交番人がいないなんてとこいっぱいあるわけですね。 あるいはまあミニパト、もう中勤ばっかりやっておりますけども、なので私が住んでる港区あたりは、港区がなんか港区、えー、港パトロールみたいなですね、ダジャレのような車を民間の、えー、ガードマンの会社の人が回ってますけど、私はこれだから警察も公安の警察じゃないようなまさに皆さんの交番という世界用語にカラオケと並んでなってるような人たちをきちんと増やすと。ところがこういう予算を国がつけないので私知事の時にもですね、 県の単独予算でこうした人たちをたるそうったと。これ 県の方からの、ま、もともと警察官の定数というのがあると、この人たちの人件費も県の予算なんですけども、その枠とは別の人を置くと、これがま、非正規のような話になって、あの、臨時任用教員と、組合に入っている教員とのですね、格差と同じような具合になっていて、非常に悩ましい問題だったんでございますけど、私はこれ、自衛隊の人たちとも55定年でございまして、だからま、ガードマン会社とかに甘くなるんじゃなくて、第二の人生は55で、え、ー え、仕事終わっちゃうんでは見つけなくちゃいけないわけでございますけれども。まあ、こういう方々をその現場の交通の部門に、え、の交番に置くっていうのもあると思いますし、本来自衛隊のですね、制服組の人の人数っていうのは私はきちんと増やすべきじゃないかと思ってます。それは前から述べてるように、憲法一応、一項,項と二項をそのまま残しといて、三項になんか自衛隊を明記するぞとかですね、集団的自衛権なんてアホなこと書くんじゃなくて、一項のところで日本においては 選手防衛であるということを書いて、2項としてですね戦争を放棄するって、つまり自主、専守、えー、防衛だということを書いた上で、2項の中に自衛隊があり、あるいはまあ、私はこれは本来的には、将来的には分けるべきだと思いますけど、サンダーバード隊的な天変地異というものを国内外で起きた時に、真っ先に世界中で駆けつける部隊、えー、であるというふうに書くべきだと思ってるんですが。 まあ、あのところが、まあ、ご存知のようにです、ね、これ、あの昨日もおとあ木曜日の日も、ですね、えー、モーニングクロス、時間がとにかくまあ7分くらいなので、まあ、ついついやし、えー、中身が濃い,いので、言い忘れてしまいましたけども、この朝日新聞あたりがです、ねあのーソウル、ソウル支局長の牧野さんという方、ちょっとこれあの、は本来、朝日よりも産経新聞やか読売新聞に行った方がいいんじゃないかみたいなね。 えーどっかの一般企業に行って、それからあの朝日に入ってきた方らしいんですけど、前からちょっとこの人変だなと思ったんですけども、今回明らかに明確になりましたけども。で、まあ実はの米韓の演習、このウルチフリーダム・ガーディアンという演習を、これがまあ北朝鮮のがとんでもないんで、戦争に行くあの一触即発だみたいな記事を書いてますけど、これは毎年やってる訓練ですからね、皆さん。 ま、あの、日本とアメリカがやったり、日本と韓国がやったりしてんのと一緒でございますし、何しろそのハワイ沖でやるときには中国まで一緒に入って、アメリカとやってるわけでございますから、ま、これは恒例の盆踊りみたいなもんでございます。山口県における花火大会みたいなもんなんでございますね。で、これをまずが大変だ、みたいなことを書いていたんでございますけど、このあたりがちょっと、え、異常でございます。で、こちらをお見せいたしましょう。ボンボン。 見えますかこれ日本上空400から500キロくらいっていうふうに書きました。これ何かっていうと実は火星14っていうのがあるんですね。火星14ってのは7月28日になんかあの北海道の沖合の方に飛んでったのでございます。で、ロフテッド軌道ってのは何かっていうと、なるべく高く飛ばすと。ヒューッと距離を生かせれば高く飛んでボーンと落ちるというのをやったのがこの間の、えー、北海道沖なんでございます。 なので、高度なんと皆さん3700キロまで上がっちゃって、射程が5500キロくらいなので、ですから、あの、こうやってプーってたがって落ちてきたということでございます。だ日本上空をその時飛んだ時には、まあそんなもんであった。まああ、ごめんなさい。これはあの失礼いたしました。間違えました。あの、火星12の方の話、いいですね。えー、で、まああの、大体時速1万キロなんでございますよ。 時速1万キロってことは秒速2.7キロ。なのでこの秒速2.7キロのものを狙って撃てるわけもないっていうのが火星14だったんです。じゃあ今回は何かっていうと、火星12は、まあグアムの沖合3、40キロのところまで飛ぶってことなんで、え射程がですね、3356キロ。で、200キロくらい高度。 で、高度というのは、前回もお話ししたかと思いますけれども、100キロまでが星空圏。まあ、その、排他的経済水域と同じような具合で、その、領空になるわけなんです。100キロを超えると、これは領空ではなくて、宇宙圏になるから、みんなの共有物のところだから、えー、惑星も、いろんな、えー、ものも、日本が溶かしてるものもみんなそれは飛んでると。日本だけのものでもないし、アメリカのだけのものでもないという形なんでございます。 で、これを飛んでるときに、パック3ってのはどんなにやっても射程20キロですから、100キロ以上のところを飛んでんのに射程20キロでどうやって当てるんだってことでございます。で、すなわち、まあこれは火星12の出来が悪かったときに日本の上空飛んでるときに、途中でなんか燃え尽きて落っこってきちゃうっていう場合にできるかもしれなだけど、でも射程20キロですからね。それまでの管理もう落ちちゃってると。そして中国、四国地方に4つ置いたとしても、それは、 20キロですから、中国四国地方の面積の96%は4つパックス水を置いたからといって、範囲内だということでございます。まさにこれこそですね、頭隠して尻隠さずの竹やり的なあの防空訓練をやってんのとほぼ同じなわけなんでございますね。ところが今回ご存知のようにですね、外務副大臣になった佐藤正久さんというあの髭の大将と呼ばれた人。この方があの、まあえー、前回もちょっと申し上げたかもしれませんけど、ファクター。 という雑誌、えー、これはあの会員制の雑誌なのでちょっと記事を全部載っけることができませんけれども北朝鮮の核ミサイル全部非もない敵基地攻撃をせよーっつっててか「滑目すべきミサイルの命中制度」時代に即した盾と矛の役割分担「半島有事に備える中国それに負ける」なんて。 ほとんど竹槍の時代と同じようなこと言ってて、さっき野心が申し上げましたように、宇宙圏を飛んでるものを日本が撃てる権利もないかもしれませんし、宇宙圏を飛んでるところのものに対して撃てるような性能がパック3じゃない。じゃあ、イージス・アショアになったからってそれができんのかあったらそうではないということでございまして、そうやって考えるとですね、なのにイージス・アショアは一気800億円でございます。イージス。 ここに、前回もパート1で述べましたけど、イージスというのは、その、ヤギさんの川でできた、女神が持ってた盾という意味なんでございまして、非常にやわなもの。だから、普通のタンカーにぶつかると、沈んでしまってですねあ、沈まないでもボコッと、えー、壊れてしまって、えー、米軍の方々がお亡くなりになるというような具合ということなんでございますね。ですから、まあ、宇宙圏を飛んでるものに対して、グローバル、えー、フォークであったり、イージスアシュアにお金をかける前に、私はむしろ、 自衛隊員の人をきちんとですね専守防衛そして天変地異の時にきちんと、えー、私たちのためにあるいは世界のためにですね、えー、駆けつけてくれるそれは PKO とは全然違うと。 いうことのために予算を使っていった方がいいんで、5.2兆円増額をしたからって皆さんこれアメリカに流れていってしまうし、しかもアメリカのいいねということでございますから、日本の経済効果にならないわけでございますね。その中の部品にまあ、どこかなんかトーレとか三菱重工とかなんかが作ったようなものが入ってるかもしれませんけど、これはもう真儲け、ひま儲けという状態でございますから。 ある意味ではその日本のですね方々のえ雇用とですねえ消費に生かせるようなところにむしろ防衛予算は人件費として増員をしてですねえ使っていった方がいいんじゃないかなとヤッシーは思っている次第でございます。